森本誠司は、日本の外交官、オマーン中殺特命全権大使などを経て、スウェーデン中殺特命全権大使。2014年12月8日、グランドホテルにて、カリフォルニア大学サンタバーバラ校校隊、照明エネルギー電子工学センター省長、中村修司、名古屋大学、赤崎記念研究センターセンター長、天野博士と2014年、 名城大学窒化物半導体基盤技術研究センターセンター長赤崎勲と埼玉県出身1975年東京大学法学部を卒業し外務省に入省した外務省情報調査局分析課情報分析官在ドイツ日本国大使館参事官、中トルコ大使館講師参事官、内閣官房内閣外政審議室内閣審議官 外務省外務大臣官房参事官、外務省総合外交政策局国際社会、協力部参事官、外務省総合政策局国際社会、協力部審議官、在委員国際機関日本政府代表部大使を経て2005年9月、中毒辞席講師などを経て2008年5万、中殺特命全権大使。2011年10月1日、農畜産業振興機構理事。 2013年4月1日東京大学大学院総合文化研究科グローバル地域研究機構付属中等地域研究センター客員教授同年9月30日付で農畜産業振興機構理事退任同年10月1日外務省大臣官房付を経て同年10月11日スウェーデン中殺特命全権大使 2015年12月1日株式会社アーバンコネクションズコモンオランダ大使に辻氏を起用森本誠治氏日本経済新聞日経 .com2014 年6月8日閲覧中東研究2012年2月20日平成27年4月1日平成28年3月31日内閣官房ありがとうございます